下の岸壁が川なんでしょう。おい、すげえ。はいはい、バリ島神々の島からおはよう、こんにちは、こんばんは。ドイバリカチャタのエリです。よろしくお願いします。これからハヤットレゲンシサヌル泊まっているのお客さんを迎えに行きます。今日行く観光はウブド巡りに行きます。じゃあ最後までこの動画を見てください。ドイバリチャンネルも忘れないで登録してくださいね。今日バリ、今日の朝のバリは天気はこんな感じです。すごい綺麗です。サヌルの道はこんな感じです。そろそろハヤットレゲンシ到着します。ハヤットレゲンシ、すごく綺麗です。ホテルのロビーです。まあ誰もいないだけどね、全然お客さんいない。ロビーの裏の池があります。すごい綺麗でしょ。おはようございます。よろしくお願いします。ここでクロマ撮りますね。どうですか、あまり楽しいです。楽しいですか。初めてなんですか。初めてです。どうですか。よかった。よかった。私は初めてですけど。ああ、旦那さんは。ずっと住んでて1年ぐらい。バリ？すごい。ちょっと話せる。ああ、多分NSR語も大丈夫と思うね。大丈夫。初めまして。初めまして。私エディです。よろしくお願いします。ごめん、日本語まだ下手です。いやいやいや、全然うまくないです。じゃあ今日の観光はウブド巡りに行きます。はい、でも日本語まだうまくないからすみません。大丈夫、まだ自分漢方です。自分漢方分からない。日本人が多い。あ、多いです。ドイバリのお客さんが日本人、日本人ばかりです。やっぱ日本語を喋れる人は多いです。新婚さんでしょうね。新婚、おめでとうございます。どうですか、バリ。え、前はバリで死ねるで言っただけど。僕10年前ぐらい。10年前ぐらい。ホテルありサヌルである。サヌルですか。1年ぐらいですか。半年いさせてもらって、そこから移動して、半年間電波されて一人暮らしして。すごいね。マリゴはどうですか。マリゴはね、
あ、音差し出してる。すげえ。もう、すぐすぐ。ありがとうございます。はい、のアクセサリーの屋さん到着します。ヤンヤンスリッパーという名前です。ヤンヤンスリッパー。ヤンヤンスリッパーです。ヤンヤンスリッパー。はい。ヤンヤンスリッパーです。アクセサリーに買います。はい、ヤンヤン到着します。はい、ヤンヤンスリッパー。このお店の社長はパニョマンです。よろしく。まあいろいろあるよ。どうですか。買い物した？ああよかった。じゃあ行きましょうか。はい。ありがとうございます。マリハンディ到着します。かご屋さんです。はい、こんにちは。こんな感じです。かごバッグもうちゃんと値段書いてあるから簡単で買い物します。犬の餌がめちゃうまいです。あ、買い物した？しました。あ、よかった。あ、お土産で。すみません。行きましょう。次はどうですか？いいところはまずお昼ご飯かなに。そうね。バビグリン。バビグリン。バビグリンにしましょうか。オッケー。行きましょう。サレンアグンを宮殿宮殿なの。ちょっと入って大丈夫。チケットがかからないから。で、前のマーケットはこの右側があります。今工事中なんです。工事中なんです。今スーパーマーケット、マーケットがないです。はい、ここ宮殿です。じゃあ、イブオカ到着します。この左側があります。イブオカ、イブオカ、はい、前なんかワンがついた。ワンの向こうがある中があります。じゃあ、こっちにしようか。ご飯食べて1時間ぐらいブラブラしてる。1時ぐらいにまた、じゃあ1時待ち合わせしまし。ここで大丈夫？大丈夫です。ここで、うん、そうです。じゃあこれ気をつけてください。はい、お願いします。足から。はい、気をつけてね。
じゃあ待ち合わせ、ここ1時に来てください。お願いします。お、到着します。ハイパンスイングです。はい、です先に終わります。はいはい、おはようございます。はい、ジャパン、はい、インドネシア語大丈夫です。スギサジャ、スギサジャ、はい、どうぞ先に行ってください。ちょっとスタジオに行くから、ビシャバサ、インドネシアビシャ。すずすです。すげえです。すごいよ、霧の写真が撮ります。おー、この下の景色が川なんでしょう。すごい綺麗だよ。すごいポーズです。すげえよ。おい、すげえ。最高ですか？最高ですか？怖くないよ。
終わりましたか。どうだった？よかった。楽しかったですか？写真撮ったわ。いっぱい撮ったんですか？よかった。じゃあ行きましょうか。暑いです今日は。次の行くは鳥の絵に。